傳媒朋友，大家久等啦，咁我哋咧今日好高興啦，我哋今日衣裳集團咧邀請到我哋嘅新一代代言人，佢咧就我哋嘅日本知名女優森田明美小姐，我哋熱烈掌聲歡迎佢。OK， 咁我哋事不宜遲咯，我哋今日有個簽約儀式嘅，咁我哋都今日咧，我哋邀請我哋嘅衣裳集團嘅負責人啦，李俊維醫生同埋咧鄧佩玲小姐出場，進行我哋嘅簽約儀式。嘅衣裳集團新一代代言人森田惠美小姐，今日3日目です。今日は3日目です。今日は3日目です。ずっと CM を撮ってたりしてたんで、はい、いかがでした？なんかすごい皆さん優しかったので、すごい緊張もなく撮ることができました。因為大家都好親切啦，亦都好温柔對佢啦，所以就都好去完全冇緊張咁就完成咗嘅工作啦。哦 ，OK， 咁都想問下點解咧，你會專登你嚟香港帶住我哋呢個衣裳集團做我哋嘅代言人咧？有咩吸引你之處咧？元々美容とかが好きで、でそこからここの MA クリニックに依頼してもらうことができました。本身咧都好中意醫美啊，同埋美容方面嘅啲相關嘅一啲項目嘅，所以其實佢今次咧收到呢個 offer 都好開心。嗯，多謝你。咁都有個興趣想問下你啊，你對香港嘅男仔有咩睇法啊？你嚟咗香港幾日啦？你覺得香港男仔感覺如何啊？香港に来て何日かになってて、香港の男性についてどう思います？香港の男性についてまだそこまで直接こう一般の人たちとかの人とはお話ししたことはないんですけど、ここのスタッフさんの人たちの男性のイメージとかはすごいなんかこう優しかったりとか、でも歩いた時手振ってくださったりしている方とか、なんかすごいこう気さくで優しい方が多いなと思いました。咁其實因為本身都冇乜機會同香港嘅男仔真係一般人交流啦，但係佢喺出庭嘅時候咧都有同香港嘅男士嘅 staff 咧一齊做嘢嘅，咁當中咧大家都對佢好好啦，同埋即係都好好親切咁對佢啦，所以其實咧佢都個印象都好好嘅，同埋其實喺佢喺呢度附近經過嗰陣時咧，都會有一啲男士都同佢揮手啊咁樣，佢都會覺得好開心。咁香港俾你印象都好好喎，咁歡迎你嚟到我哋香港。今次咧嚟喺香港同咩藝人合作啊嗰啲咁樣有冇？同埋今次嘅籌款可唔可以講下多唔多啊？嘅籌款方面。今回のまあさっきの同じなんですけど、今回のギャラにつきまして満足してますっていう点と、香港のアーティストとコラボしたい人っています。先ほども申し上げたようにギャラはノーコメントで、あとそのアーティストコラボしたいアーティストっていうのは特にあんまりわからないので、ちょっとわからないです。因為咧個佢本身都冇話好知道香港啲咩人啦，所以都未知道即係未有一個特別對象。咁今次好似係第一次佢嚟香港啦，係咪？算係第一次嚟香港工作啦，有啲咩感覺咧？對香港？香港のイメージがなんかその全く分からなくて、どういう感じなのか結構分からなかったんですけど、その東京よりもすごいビルが多いなっていうイメージがありました。だからやっぱりその外から見るとすごいなんかビルが多いなっていうイメージとかがすごいありますね。今次本身
宿主去工作啦，咁所以佢覺得個感覺咧就係、比東京好似仲要多高樓大廈嘅，好似比高樓大廈包圍住咁嘅感覺係最強烈嘅。有冇時間去周圍行下食下嘢咁樣咧？今次？でもなんか香港ディズニーにちょっと興味があってそこに行ってみようかなっていうのと、あと食べ物とかもなんかカステラみたいなお菓子を食べた時とかも美味しかったですし、昨日ちょっとご飯外食行った時にフラッとまあ大衆店みたいなところに行ってそこで食べたなんかその麺みたいなのが細麺ですごい美味しかったです。今次都會想去有時間嘅話都想去玩下啦。咁其實有興趣嘅都係香港迪士尼啦。咁而另外食咗嘅嘢嘅話咧，就其實尋日去出食飯嗰陣時咧，有一個扁平嘅炒麵啦，佢就覺得嗰個炒麵好好食。咁今次做代言啦，有冇特別地方想去修改或者變得更好咧？多分肌とか。そうですね。でも肌かなって一番は肌、やっぱこれからやっぱ肌とかやっぱそのリフトアップとかそういうのがやっぱり重要になってくるんじゃないかなっていうふうには思います。咁我而家主要都係諗緊個皮膚上邊啦，咁都想下肌膚會再靚啲啦。咁另外之後嘅話就可能會再考慮一下關於呢個提升嘅方面嘅一啲treatment。本身最滿意自己邊個部位？顔ですね。塊面，個樣。今次有咗呢個工作經驗啦，會唔會其實都嚟緊都想多啲參與多啲幕前或者其他唔同嘅拍戲啊，或者拍劇啊嘅演出咁樣咧？なんか特にあんまり依頼が来ればでもそこまで演技とかなんか暗記とかがあんま得意ではないから。ちょっと来てから考えようかなって感じです。佢本身咧因為都唔係話一個喺演技上面好出色嘅人啦，佢做咗自己，咁所以咧就會希望可以嘅話就如果真係有 offer 嚟到嘅話，就再諗下會唔會考慮啦。啊，即係嚟緊會有咩新嘅發展啊？スケジュールとかは来週とかに国とかでお仕事させてもらったりとかするのと、そうですね、これから中国とかにもたくさんいろんな人が知ってくださってるので、直接皆さんにお会いできるような機会があればいいなと思っています。其实如果嚟紧嘅工作嘅话咧，佢嚟紧八月里边咧都会去泰国去做嘢嘅，咁亦都希望日后可能除咗香港啦，或者睇下其他大湾区啊、中国啊，佢都会有机会嘅，佢都知道好多人识佢啊，咁所以都希望有机会会去喺嗰度做嘢啦。有咩择偶条件咧？会唔会考虑香港嘅男仔咧？或者对香港嘅男仔有啲咩印象咧？でもなんかその男性とかで結構その手をつないでる方とかいらっしゃり。とかあと普通にこう日本とかだと人前とかであんまりそのこうイチャイチャすることとかあんまりないですけど、こう堂々とその愛情表現を目の前でできるのがすごい素晴らしいなって思ってますね。で好きなタイプっていうのはやっぱそうですね、受け入れてくれたりとかする人とか、可愛らしい人とか、面白い人とか、そんな感じです。咁其實本身係對於香港嘅男士咧，都會覺得佢哋會唔介意喺人前拖手啦，亦都會喺人面前咧都會照好恩愛咁樣，佢其實覺得好羨慕，亦都覺得好中意呢一個感覺嘅。所以呢個係佢喺香港亦都見到一個情況啦，咁都覺得好好啊咁樣啦。而關於佢擇偶條件嘅話咧，其實佢係中意佢希望嗰個男係對方係會接受佢嘅一個人嚟啦，同埋亦都係如果係 Q 嘅，即係可愛嘅，同埋係。亦都係一個有趣嘅人就好啦。